皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。一人の女性の生涯を見事に演じきった NHK 連続テレビ小説「エール日本中を爆笑の渦に巻き込んだ映画『飛んで埼玉』社会現象となったドラマ「ビバン」、作品ごとに全く違う表情を見せ、見る者を魅了する二階堂ふみさん。日本を代表する俳優の一人である彼女の新たな挑戦となったのが。 ハリウッド朝大作の「将軍将軍」だ。写真横顔まで美しい二階堂ふみさんの他の着物写真はこちら「将軍将軍」のベースとなったのは1975年に発表されたジェームズ・クラベルの小説「将軍」。日本の戦国時代を舞台に徳川家康石田三成三浦安人といった歴史上の人物にインスパイアされた面々による一大スペクタクルを描き。 世界中でで大ベストセラーとなった作品である1980年にはドラマ化もされアメリカで最高視聴率36.9%を記録しているそして2024年ハリウッドが同小説をもとに戦国ドラマ「将軍将軍」としてシリーズ化主演とプロデューサーを務めるのはラストサムライで世界に真のサムライ像を見せつけた真田広之さんだ 本作で二階堂さんが演じるのは豊臣秀吉の側室淀殿茶茶にインスパイアされた落葉の方2014年に NHK 大河ドラマ「文官兵衛で淀殿を演じた二階堂さんにとってはゆかりの深い人物になる取材当日役柄に合わせて美しい着物姿で現れた二階堂さんに10年ぶりに向き合った淀殿への思いそして将軍将軍 のの現場で得たものについいて話を聞いた10年ぶりに「淀殿」と向き合って大河で演じてからもう10年ですか本当にあっという間ですね実は今回の作品で最初は違うキャラクターのオーディションに参加していたんですところが制作の途中でさまざまな変更があり再始動した際に落葉の方でお話をいただいて結果オーディションを経て 洛陽の方を演じることになりました父が歴史好きでまだ「軍師勘兵衛」への出演が決まる前に誰か歴史上の人物で演じてほしいキャラクターっていると尋ねてみたら是非ヨド殿をやってほしいと言ってたんですそれで私もいつかやれたらいいなと思っていたところ軍師勘兵衛で演じる機会を得ることができてなので私にとって すごく思い入れのある人物なんですヨド殿はとてもパワフルな女性ですが彼女が生きていた時代には女性が政治の中で道具として使われていたという背景があります。今とはかけ離れた倫理観の中で生きていた人だと思います。現代を生きる我々から見るとものすごく異質に感じられる部分もあれば日本人として肌感でなんとなくわかる部分もある。今回 落ち葉の方として再び淀殿と向き合うにあたって、10年という時間を経た分、さらに深く人物を掘り下げることを心がけながら演じました。二階堂さんはこれまでに平の清盛、軍師官兵衛、西郷殿と3つの大河ドラマを経験している。大河と将軍将軍では現場においてどのような違いがあったのだろう。制作の過程全てが違いました。 もちろん日本の時代劇の現場にはそれぞれの作り方や良さがありますし現場や座組によってなのですが今回は制作人と台本についてミーティングをする機会が非常に多かった印象です。まず撮影に入る前に「このシーンはこういう風に撮りたいと思っています」と説明がありその上で「何か引っかかるポイントや消化できない部分はありますか?」と細部にわたって確認がありました。 実際に撮影に入ってからも我々日本人の解釈切り口人物に対する理解とは全然違う部分があったりしてああ日本の外からはこう見えるのかという新鮮な気づきがありましたそれによって新たなキャラクター像が見えてきたり作品の見え方が変わったりするのはとても面白い体験でしたアメリカイギリス日本などからさまざまなバックボーンを持つスタッフが集結した本作 英語が得意な二階堂さんだけに、現場では問題なくコミュニケーションが取れていたのでは英語は少し話せるくらいで、そこまで得意ではないんです。そもそも今回この作品に出演して、日本人が持っている感覚を英訳するのってすごく難しいんだなと思いました。古いしきたりや決まり事を含め、英語ではうまく説明できない事象、感覚がたくさんある。改めて 日本はすごく特殊な国なんだなと感じました。台本は一度英語で書かれたものが日本語に訳されていたのですが、英語と日本語では主語の数が全然違っていて、そういうところも面白かったです。自分たちが普段使っている言語の特殊性を目の当たりにしましたし、日本文化の背景を学び直すいい機会にもなりました。と同時に、自分は一体何者なんだろうと考えさせられるなど、 本当にに勉強になることとが多いい現場だったと思います日本を舞台にしたストーリーを忠実に映像化すべく美術衣装メイク殺人など細部までこだわり抜かれた本作海外製作の侍者にありがちな思わず首をかしげてしまうような描写は一切なくスタッフ陣の本気が見て取れる完成度になっている間違いなく真田さんの力だと思います 現場ではプロデューサーとして各シーンに立ち会われてご自身がその場にいられない時にもモニターをチェックし遠隔で細かい部分にまで指示を出していらっしゃいましたクリエイティブということでいえば細かいところを全て取っ払って自由に作るという選択肢もあったのかもしれないでもバランスを考えられながらかつ一切の妥協をせずに作品を作られてそのお姿にものすごく勇気をいただきましたし 海外の方々だけでなく、日本の時代劇ファンの方が見ても非常に見応えのある作品に仕上がったのではないかと思っています。真田さんはとても優しく、物腰が柔らかく、それでいて本当にプロフェッショナルな方です。実は撮影中に一度、私のミスで台本のアップデートができておらず、覚えていたセリフが実際のものと違ってしまったことがありました。 ありがたいことに真田さんがそっと近くに来て私をフォローしてくださったのですが、その後にくださった言葉が私にとっての宝物になりました。その日は部屋に帰って号泣しました、笑。今回のように時間をたっぷりとって、ワールド規模の作品に参加することも、撮影期間中はその撮影のことしかやらない、ということも、すべてが初めての経験でした。それだけに いつも以上に責任感を持って仕事に臨んでいたつもりでしたが大きなミスをしてしまいました。ずっと自分のことを自身の意思で能動的に動けている人間だと思っていたのですが、実際は全然そんなことはなく、全くの受け身で生きてきたことを実感して、その日は部屋に帰って号泣しました、笑。世界規模でお仕事をされている方々とご一緒させていただく中で、カルチャーショックを受けると同時に。 これからはみんなで一つの作品を作っていることを大事にしながら、自分のやるべきことをしっかりやっていこうという気持ちがそれまで以上に強くなりました。真田さんの姿を見て、すべては自分次第なのだと感じましたし、俳優部としての視野を広げるという意味でも本当に得難い経験だったと思っています。思わず身を乗り出してしまうような興味深いお話を聞かせていただいた前編に続き、 後編では海外での仕事と日本の俳優のグローバルな活動について思うこと、また二階堂さん自身はこれまでに人生を左右するような大きな決断をしたことはあるのかなどについても語っていただきました。将軍将軍「トップガンマーベリック」の原案者が制作葬式、真田博之プロデュース、主演。ハリウッドが書く、将軍の座をかけた陰謀と戦略渦巻戦国スペクタクルドラマシリーズ。 ディズニープラスの「スター」で独占配信中ストーリー徳川家康ら歴史上の人物にインスパイアされた関ヶ原の戦い前夜窮地に立たされた戦国一の武将虎長とその家臣となった英国人航海士按針2人の運命の鍵を握る謎を置きキリシタンより小さいマリコ歴史の裏側の壮大な計りごとそして 待ち受ける大どんでん返し将軍の座をかけた陰謀と策略が渦巻く戦国スペクタクルドラマシリーズ二階堂文、1994年9月21日生まれ、沖縄県出身役所工事の初監督作である「ダマの油」ヒロイン役で映画デビュー「劇場版新生かまってちゃんロックンロールは鳴りやまない」で初主演以降映画「秘密」 悪の経典、『地獄でなぜ悪い』『狼少女と黒王子』『飛んで埼玉』『琵琶湖より愛を込めて』NHK 大河ドラマ『軍師官兵衛』『セゴドン』連続テレビ小説『エール』『ドラマ『リバン i v a ILOVEYOU』などに出演2024年2月映画『月』で2023年第97回キネマ旬報ベスト10助演女優賞を受賞ヘアエ アイリス、メイク、渡嘉敷愛子、スタイリング、石田節子、衣装クレジット、明かり屋に真田広之プロデュース、主演。ハリウッドが書く、将軍の座をかけた陰謀と戦略渦巻く戦国スペクタクルドラマシリーズ。ディズニープラスの「スター」で独占配信中。ストーリー、徳川家康ら歴史上の人物にインスパイアされた、関ヶ原の戦い、前夜。 窮地に立たされた戦国一の武将、虎長とその家臣となった英国人航海士、安針、二人の運命の鍵を握る謎多きキリシタンより小さいマリコ。歴史の裏側の壮大な計りごと、そして待ち受ける大どんでん返し、将軍の座をかけた陰謀と策略が渦巻く戦国スペクタクルドラマシリーズ。二階堂文。 1994年9月21日生まれ沖縄県出身役所広司の初監督作である「ダマの油」ヒロイン役で映画デビュー「劇場版新生かまってちゃんロックンロールは鳴りやまない」で初主演以降映画「秘密悪の経典」「地獄でなぜ悪い」「狼少女とクロージ》《飛んで埼玉」「琵琶湖」より愛を込めて NHK 大河ドラマ 勘兵衛セゴドン連続テレビ小説「エール」ドラマ「リバン・アイラブユー」などに出演2024年2月映画「月」で2023年第97回キネマ巡航ベスト10助演女優賞を受賞ヘア・エータ・アイリスメイク・渡嘉敷愛子スタイリング・石田節子衣装クレジット・アカリアにどこだと思いますか 次は CPU でした。